結構友達とかが来てくれて、何十年ぶりに会った人が来てまして。あ、本当ですか。ああ、いいですね。はい、まあ、今日だけ帯同してる、帯同してるんですけど、なるほど、うん、土曜日に楽しいひとときを過ごします。はい、じゃあちょっとなんかどんな展示内容なのか、まだいらしてない方もいると思うんで、展示されてる作品をちょっとオンラインで画面でご紹介したいと思います。ちょっと切り替えてください。はい。ちょっとまあとりあえず写真をパッパッパッと見せていきますね。こんな感じで。あとで後ほど作品については久保田さんからお話があると思います。はい、まあ、こんな感じで作品あるんですが、そもそもこれどういう作品なのか、ちょっと久保田さんにご紹介いただきたいと思います。タイトルは足尾ですよね。はい、足尾というのは、足尾銅山があったところなんですけれども、私は足尾で生まれまして、栃木県ですよね。そうですね。はい、よく小学校で社会科の教科書とか、出てくると思うんですけど、足尾鉱毒事件とかで有名なところです。で、そうですね、足尾で18歳まで、はい、過ごしまして、うん、で大学は埼玉に出てくるんですけど、でそこを、足尾だけ集中的に撮ってますね。足を取ろうと思った理由って何かあったんですか？はい、足を取ろうと思ったのは写真教室に通っておりまして、うん、それでテーマを見つける必要があったわけなんですけれども、うん、それでちょっと故郷に目が向いて、うん、それで撮り始めたら結構面白いところがあったりして、それでずっと撮ってる感じですね。なるほど、なるほど。じゃあどういう作品なのかっていうのについて、まあ一点一点見てもらった方が分かりやすそうなので、ちょっとそれを、まあ全部じゃないんですけど、何枚か作品について話してもらいたいんですけど、はい、まあそもそもモノクロにしたっていうのは理由はあるんですか？モノクロもやはりそこの中村教室っていう写真教室だったんですけど、はい、そこはモノクロのフィルムの現像から始めるような、うん、ところで、うん、でそれでもうモノクロしか やらなかったですね。写真はモノクロだった。その前はちょっと水中写真とかやってまして、その時はカラーだったんですけど、はい、写真を勉強したら写真はモノクロだっていう考え方に触れて、一気にそれになっていったと。そうですね。やはりモノクロ写真は抽象化されるので、うんうん、現実がリアルに、はい、リアルにはね、うん、見えてこないから、はい、想像力を少し働かせないとっていう、うん、なるほど。で、まあ初期はじゃあ銀塩写真で始めてってことですけど、今回展示している作品は全てデジタルで撮影されたものですよね。そうですね、デジタルで、はい、それはデジタルでモノクロっていうのは、はい、まあどういうふうに移行していったんですか？それはですね、初め暗室やってたんですね、うん、で暗室やってたんですけど、現像とか結構大変なんですよ。私写真と関係ない仕事してるんで、家に帰ってから現像とか結構時間食うし、うん、はい、あとプリントも何ですか、薬液とか必要、はい、暗室必要なんで、暗室がその写真教室にあったんですけど、うん、
でもそれも行ける時間は限られてるんで、確かに。それでデジタルに移行した感じなんですよね。うんうん、なるほど、なるほど。じゃあちょっと画面切り替えてもらって、作品いくつか紹介したいんですけど、まずこの写真、ギャラリーに入ると最初にあって、まずこの写真を見るんですけど、これは女性の後ろ姿が写ってますが、はい、この方はどなたでしょうか。これ母なんですけど、はい、これは、実家の裏庭なんですね。で、これは原発事故があって2ヶ月くらい経ってからの写真なんですけど、はい、わらびを摘んでる時の写真ですね。うん、で多少染料は気になったんですけど、でも食べちゃいましたね。あ、食べちゃいました。食べちゃいました。まあでも裏庭って言ってこんななんか草むらっていうか、そう、もうほぼ山みたいな感じじゃないですか。そうなんですよね。ここはちょっと掘り返すと縄文式土器が出てくるような感じで、この地域って足尾で、はい、一番暖かい地域らしくて、うんうん、縄文人がここに住み始めたらしいですね、足尾の中で初めて。うん、足尾っていうのは僕のイメージだと、はい、栃木の山の中っていうイメージなんですけど、はい、それ大体合ってます。まあ大体栃木山ですもんね。うん、まあどちらかというともう谷底みたいな感じですね。ああ、なるほど。谷底を一部平地にして、うんうん、そこに家を建てたり道路を作ったりして、うん、それでもう本当に平地はすごい少ないので、うんうんうん、じゃあこの裏庭っていうのも少しこう傾斜になっているように見えるのはやっぱりこう山の斜面。これはですね、これ違うんですか。これはカメラを傾けてた。ああ、じゃあ本当はまっすぐなんです。まっすぐ。なるほど。ここの地域は、平地が、なるほど、うん、でも平地でも今後谷の間ですけどね。ああ、なるほど。じゃあちょっと他に僕が知りたい写真ですけど、はい、これ、はい、川ですよね、はい、これは何ていう川なんですか。これは松木川っていう川なんですよ。でこの上流に、精錬所があるんですね。あ、で精錬所から昔、精錬所ってことですね。で精錬所から昔鉱毒が流されて、うん、ここを流れたわけなんですけど、うんうん、松木川っていうのが下流で御河内川っていう川と合流して、はい、そこが渡良瀬っていう場所なんですね。あ、でそこで渡良瀬川に変わります。はいはいはい、渡良瀬川、はい、でそこは渡良瀬橋っていうのがあるんですけど、うん、森高千里で、はい、渡良瀬橋っていう、有名になった渡良瀬橋っていう歌ありますよね、はい、渡良瀬橋とは違うらしい。あ、違うんですか。渡良瀬橋ってどうも2つあるみたいで、渡良瀬にある橋と、あとずっと下流の方にある森高千里の、渡良瀬橋。そう。それ両方栃木なんですか。ですね。ああ、はい、じゃあまあまあまあ。そう。で、この松木川っていうのは先ほどその上流に精錬等の精錬所があったって言いましたけど、はい、その銅の精錬所っていうか、その、自体は1973年に閉山して就業してる、終わってるってことなんですよね。で、久保田さんはその時、まあ、ちっちゃい子供で、まあ、記憶があるかないかぐらいですか。閉山の頃ですか。はい、閉山は記憶にはありますね。うん、でその頃は私社宅に住んでたんですけど、はい、社宅といっても長屋なんですね。うん、で結構人がたくさんいたんですよ、その頃は。はい、で、閉山になって、で、もうさーっと人が、他に移ってっていうか、うん、足尾銅山っていうのは古川の、系列の、はい、会社なんですけど、うん、古川はいろんなところに鉱山持ってると思うんですよね。うん、で、結構古川の関連のその鉱山の関係のところに移ったりとかして、うん、で人が一気にいなくなった感じですかね。うんうん、
久保田さんは社宅にお住まいだったってことは、親御さんがお勤めだったってことなんですか？私の父も鉱山関係 の、 あの会社で働いてますよね。うんうんうん、じゃあ、まあ、そのにぎわってた長屋が、こう、様変わりしていくのを子供心に覚えていると。そう、なんか本当に人がいなくなっちゃって、うん、でも私もその頃、そこから、祖母がちょっと違うところ、足尾の中の少し離れたところに住んでたんですけど、うん、はい、そこに移りました、ね。で、それから、まあ、現在まで至るんですか、お家は。また別のに。で、その後、うちの実家は、さっき1枚目の写真に写ってたあの場所に、いて。で、この松木川は、今、まあ、こんな風に、まあ、普通の自然の川って感じになってますけど、はい、魚釣りとか、普通にそういうエンジョイできるような場所になってるんですか？ここは、子供の時は魚釣りやったんですけど、イワナとかヤマメが釣れる川ではないんですね。はい、うん、鉱毒の影響かどうかは知らないんですけど、はい、ハヤは釣れます。うぐい、うぐいって分かります。はいはい、分かります。うぐい釣ってましたね、この時は。じゃあ別に、まあ、釣り人が好んでくるようなところではないっていうことですよね。そのこっちの川じゃなくて、そう、もう一個の三河内川の方は、魚が釣れるところですね。うん、じゃあ今、子供の頃はなんか早く釣りに行ったって言ってましたけど、まあ遊び場でもあったっていうことなんですかね。そうですね。はい、ちなみに、橋がここで映ってると思うんですけど、橋もうちょっと上です。ちょっと上ですよね。これですよね。そうですね。そこが通学路でしたね。ああ、そうなんですか。そういう記憶にある場所ですね。じゃあちょっと、この写真。はい。はい、これは、アン・ルイスのポスターですね。はい、はい、ポスターですね。これはもう、どなたも住んでないお家なんですかね。これは廃墟で。うん、まあ、これも私が、幼い頃住んでた集落の長屋の一つなんですけどね。まあこんな風な家が。まあでもこんなのもう放置されてないんでしょう。今もあると思いますよ。この前行った時はポスターは半分剥がれてましたね。ああ、経年変化してると。はい。魚ですけど。これは母親が釣ってきた魚なんですけど、これは2010年で原発事故の前の年なんですけど、なるほど、この時までは釣った魚食べられたんですよ。うん、今はもう食べてないんですか？そう、今はやはり結構線量が高いんですね。うん、そうなんですよ。確か、うん、栃木群馬の方に風が流れて、そうなんです、結構ね、はい、高かったんですよ、線量がね、当時。母はすごく釣りがうまくて、へ、なんか年間何百匹も釣ってて、あ、そうなんですか。お客さんが来るとフライ、唐揚げとかにして出してました。じゃあこれはもうその頃あった思い出で、もうそうなんですよ。まあ失われた思い出というか、ね、うん、ちなみにこれはこの状態釣ってきたばっかりと、水ですよね、これきっとね。まだ料理とかしてるわけじゃないですよ。朝釣ってきて、うん、お昼ごろ取ったのかなと思いますね。朝どれ、魚。はい。あと、これについてちょっと話聞きたいんですけど。これはですね、はい、これも私が昔入っていた共同浴場ですね。社宅の長屋で、長屋の中はお風呂ないんですよ。はいはいはい。で、まあ、銭湯っていうか、うん、まあ、お金払わなくて入れるんですけど、あ、はい、共同、まあ、本当に共同浴場なんですね。で、まあ、この写真多分10年ぐらい前に撮ったと思うんですけど、うん、それぐらいまでは使われていたんかもしれないですね。うん、この集落に2軒ぐらい人が住んでたんで。で、この写真自体は直接浴槽写してるわけじゃなくて、はい、鏡に写ってるんですよね。そうですね。で、その鏡、この富士星っていうのはその鏡をここに提供した
そうですね。なんか会社っていう。はい。これインターネットで検索したんですけど、はい、富士製っていうのは醤油の会社、醤油の商標みたいですね。はい、これが、ね、よく見ると富士山で、これがあの清井っていうね、地、はい、だっていうことなんですよね。栃木県内にあった醤油 のメーカーみたいですよね。そうそう、これ不思議な写真で、なんか端っこの方になんか写ってるみたいな、ね、なんか猿に見えるっていう噂。猿に見えるっていう人が多いですけど、他のものに見えるっていう人もいますね。うん、なんか不思議な写真ですよね。で、あと、そうですね。このアメリカの感じの。これは、あの、場所に2軒ガソリンスタンドがあったんですけど、はい、これは、閉鎖、いつの間にか閉鎖されてましたね。うん、小学校の時の同級生の家がここを経営してたんですけど、ここ日光に通じる道なんですよ。はい、で結構日光観光も昔は、そうですね、流行ってましたね、いろは坂とか。はいはい、いろは坂、子供の頃行きましたね、うん、家族で。あと、阿蘇道山観光っていうのも、この、うん、結構流行ってたんですよね。うんうん、だから、ここの道は結構、車が通る道だったんですけど、はい、その後、流行らなかった。その後、やっぱり、減ったんでしょうね。もっといい道ができたってことですかね、きっとこのルートじゃなくて。いや、日光観光自体が減ってきたのかもしれないですね。なるほど。はい。で、今度あの DM にもなってる写真は、これはどういう写真なんでしょうか。はい、これはですね、コッケのひななんですよ。そうですね、母が。コッケ飼ってたんですか。そう。卵を取るためですけど、ね。それで私が手の上に乗せて取りました。これひなですよね。ひなですね。多分生後1ヶ月とかそれぐらいなんじゃないかなと思うんですけど。卵を取るだけじゃなくて、締めて食べたりするんですか。いや、それはしないんじゃないんですかね。締めて食べたっていう話は聞いてないんで。あ、そうですか。コッケ、高級に鶏肉ですよね。あ、鶏肉としても食べます中国では。そうなんだ。はい、と思います。っていうような作品なんですよ、この展示。で、ちなみにですね、会場に来ていただけると、こういうハンドアウトを用意してまして、全写真についての、全作品についてのキャプションがあるので、そこまで無料で持って帰っていただけるので、ぜひいらしてくださいと。で、ちょっと改めて聞きたいんですけど、はい、そもそも写真に興味を持ったのっていつ頃なんですか。写真はですね、はい、2002年ぐらいに、ダイビングを始めたんですね。はい。まあ、20年前ですね、ちょうど。あ、そうですね。はい。写真、初めて20周年。で、ダイビングを始めて、はい、で、水中で、写真撮ったんですよ。うんうん。その時はコンパクトデジカメラを撮りましたね、はい。で、それでなんかだんだん面白くなってきてしまって、うん、それで、一眼レフで水中で写真撮ったりもしてたんですけど。ああ、なるほど。で、それがなぜ？そう、それで、水中って自分で自由に動けないんですよ。すごいプロフェッショナルだったら、はい、できるんでしょうけど。だってもう海流っていうかね、流れがあるから、体の自由が効かない感じですか？っていうか、水中は自分のいる位置がなかなかわかんないんで、基本ガイドに案内してもらって。そうなんですね。で、ガイドに案内してもらって写真を撮ったりするんですけど、うん、でもそれだと、みんなが同じようなものを撮るんですよ。確かに確かに確かに。なので、なんか問題なさを感じて、うん、一味違う写真を撮りたいなと思ったわけですね。うんうんうん、それで写真教室に通
い始めた。あ、そうなんですか。じゃあ写真を撮るってことが自体が面白いなと思ったんですか、その時。そうですね。だから、普通の写真、普通っていうか、なんかオリジナリティのある写真が撮れないので、撮りたいと思って、でそれのきっかけとして写真教室に通いました。ああ。で、写真教室ってどうやって選ぶんですか、その時。インターネット。その時はインターネットでしたね。はい、いくつか検討したんですか。いや、もうすぐに中村教室に。検討したかもしれないですけど、でもあの頃そんなにヒットしなかったんですよ。今みたいに、なんかいろいろ写真教室あったりしなかったんで。うん、まあ、多分メーカー系のニコンとかキヤノンがやってる写真教室か、うん、はい、なんかそのアマチュア、なんか風景写真とか、なんか植物とか、ジャンル別みたいなのがあった中で、中村教室だけは写真表現中村教室ですね。あ、そうですね。ちょっと割と総合的に写真を勉強できるっていう感じなんですね。なんかちょっと硬派な感じもしたんですよね。あ、だから、うん、何か、うん、学べるのかなと。でもその頃までは全然別に写真集とか見たり、全然知らなかったでしょ。森山大道も知らなかったし、荒、うん、木さんも知らなかった。それでよくあんなモノクロ写真のメッカみたいなところに行きましたね。うん、そうですね。直感ですか、勘が働いたんですか。まあホームページもよくできてたっていうのもあるかもしれないですね。写真を撮る仲間ができるっていう。のもなんかあのホームページ見るとすごく感じるので、魅力的なホームページではありましたね。なるほど、なるほど。で、それで実際に行って、そのモノクロ写真を教えてもらって、で、並行して、いろんな写真集紹介してもらうわけでしょ。そうですね。こういうの見なさいみたいなね。それで、その時よく覚えてる、衝撃を受けた写真集ってありますか。それは、あれですね。ちょうど今日持ってきていただいた。はい、大島、これ広瀬さんですか。広瀬さん、大島洋とも言うのかもしれないですけど、の幸運の街っていう写真集なんですよね。傑作ですね。僕も思ってます。思ってますか。大島広瀬さん、OK ですよ。大島です。写真教室では先生は大島洋って呼んでましたね。まあ、昔、結構写真家って、東松照明とか森山大道とか、そういう読み方多いですよ。ああ、森山さんも広道でしたっけ。そう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 。ですよね、東松さんも照明じゃない、照明じゃないですか。あ、照明でしたよね。そう、うん。あと、松江さんもそうなんですよ、実は。松江太一じゃない。あ、そうなんですか。はい、へえ。それがなんか、かっこよかったんじゃないですか、当時、はい。うん。これの影響をかなり受けましたね。うん、見ます？ちょっと開いて見てください。はい、この写真の想定もすごい良くて、うん、なんだっけ、鈴木ひとしなんですよ。ね、まあ、地方の写真が多いですよね。そうですね。で、当時の大島さんって、その地方で撮ったものを、その地方のバス停とかで展示したり、ね、してるんですよね。今までで、これが一番何度も見た写真集ですね。はい、どの辺が金銭に触れたんですか、それって。何なんでしょうね。なんかかなりこう街に入り込んでるっていうか、そうですね。なんかよそ者なのに、すごいこう家まで行ったり、あと人間の距離感近いし、ポートレートとかってね、かなり。関係性みたいなのが見えるような写真が多いし、この人この町で生まれて育ったんじゃないですか。あ、ここはそうなんですか。幸運の町はそうなんですか。なんかね、そんな話を中村教室の先生がして
だと思いましたね。じゃあそれが出発点になったんですね。そうですね。この写真集好きな人が中村教室に多いですね。ああ、そうなんだ。面白い。なるほど。はい、まあ地方のね風景もいっぱい映ってね。いいですね。はい。はい、そんな感じでいいでしょう。はい。はい。はい、大丈夫です。はい。で、じゃあ、作品作んなきゃいけないっていう、まあ、学校じゃないですか。はい。で、それで自分の故郷っていうことを考えたっていうことでしたけど、はいはい、それ以外にも試してみたりしたんですか？なんか街でスナップショットとか。あ、課題がいろいろありましたね。うん、で一時期は、人物写真も結構撮ってましたね。教室にいる人たち、に撮らせてくれていて、で結構撮ってます。なるほど。あ、今ちょっと調べたんですけど、はい、幸運の町ははい、ご出身大島さんの故郷の盛岡から始まって花巻とか遠野とか、はい、その辺の周辺を撮っていったものみたいです。まあ、こういうのも見ていたし、うん、あとあれですね。これにはかなり影響を受けました、ね。鈴木清さん。これ、鈴木清という人の修羅の谷っていう写真集なんですよ。で、この鈴木清さんも、その中村先生から紹介してもらったんですけど、うん、どうも鈴木清さんが中村先生のところに、うん、写真集を持ってきて、うん、で見てくれっていうことがあったらしくて、うんうんうん、中村教室には多分全部揃ってるんじゃないかと思いますね。そう、鈴木清さんってその自分で写真集を作るっていうインディペンデント活動みたいなのやってて、生前7、8冊出してると思うんですけど、1冊を除いて基本的に自分で出してるんですよね。で、毎回なんか書店の名前というか出版元の名前変えたりして、で、まあ、鈴木仁さんがデザインしてる写真集もあるんですけど、まあ、自分で、版下作って、うん、で、ダミーブック作ってみたいなことをずっとやってた人で、はい、最近の写真集ブームみたいなものの先駆けを、そうかもしれない。インディペンデントでやってた方ですね。うん、そうかもしれないですね。で、これ、表紙が足尾の写真なんですね。うん、渡瀬渓谷鉄道、でもこの頃多分足尾線だったんじゃないかなと思いますけど、うん、国鉄、うん、第三セクターで渡瀬渓谷鉄道に変わったんですけどね、その足尾線の車窓から撮った、うん、車窓じゃないか、正面から撮ってたんですよ、ね、うんうん、運転席から撮ったって感じですか。でしょうね、きっと、ね、うん、それでね、きっとこんな感じになったんですね。これすごい超広角レンズで撮ったで丸くなってるの。眼レンズ。これとか塩なんですよね。あ、これが製電所の前の橋なんですね。うん、まあ、鈴木さんは出身が福島県のいわき市 で、ね、でそれで炭鉱を取ったりもねしてる。はい、作家ですから。いわきにあるのも、まあ、うん、古川の観光なんで、関連なんですよね。なるほど、なるほど。まあ、塩って書いてありますね。そうか、そうって書いてあります、ね。これは、多分、1992年の写真とかなんで、はい、もう私が、あれですね、もう足尾に住まなくなった以降の写真ですね。それかっこいいですね。はい。で、こういう写真集を見て、はい、なんかその、何がいいんですかね、こういうモノクロの渋い写真集。いや、なんかやっぱり世間の人が、いい写真っていうものって、なんかカラーで、
きら華やかなっていうか、まあ、広告写真に代表されるような、まあ、今で言うとインスタ的な、はい、まあ、そういうものじゃないですか。で、真逆ですよね。で、そうですね。一応テキストとかあるけど、別にテキストで説明してるわけじゃなくて、並行して写真があるわけじゃないですか、ほとんど。はい、まあ、どこで撮ったとか、はい、まあ、鈴木さんのその言葉はあるけれど、でも説明するわけじゃなくて、はい、写真と言葉がこうきちんとこう対峙されてるような、うん、まあ、そういう写真集の魅力に目覚めちゃったわけですよね、大島さんの幸福の街と、ね、鈴木さんの修羅の谷で。うん、あの綺麗な写真に、まあ、魅力を感じなくなったっていうのは中村教室で、うん、一般的美意識で、うん、ものを見ないっていう、うん、それ中村先生の教えが、うん、そうですね、うん、それがずっと、うんうん、ありますね、うん、だから綺麗な写真でまあ、感動、一瞬感動するんですけど、それ以上のものを感じないっていうか、うん、まあ、人によるんでしょうけど、はいはい、それが久保田さんの場合はこういう写真集の中に何かそれまでに触れたことのないものがあって面白いなと、で自分でも、うん、写真を撮りたいっていう気持ちにさせてくれたわけですよね。でしょうね。うん、特にでも講座ものには何か惹かれるものがあるんですよね。やっぱりそういうところで育ったっていうのはあるかもしれないですね。で、だからこの足尾っていうテーマだけで、ね、十数年ですか、やっぱり撮ってる。そうですね。うん、まあ細く長くですね。うんうん、そうですね、僕は久保田さんとお会い、初めて会ったのって、もう7、8年前ですか、ぐらいですかね。それぐらい経ちますよね。それぐらいか、もっと長いかもしれないですね。授業関連であって、で、カロタイプっていうところでやっていた、少人数のワークショップに来てもらったりしてたんで、作品ずっと見てて、で、展覧会をいつやるのかなと思って、なかなかやらずに、ずっと今回初個展っていうことで、ね、はい、展示しようとは思っていても、でも僕も作品見てて、はい、まとめあぐねてるなっていう感じはすごく。そうなんですよね。よね、はい、まとめるのが非常に難しくて、うん、あの、なんでまとまったかっていうと、そう、まとまらなかった理由はあれなんですよ、はい、廃墟の写真と生きてるものの写真が、うん、調が取れないっていうかですね、うん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 、親和性がなかったんですよね、うんうんうん、それをどういうふうに一つにしていこうかと、はい、あの、まあ時間は解決したっていうのがあるんですけど、で、そのきっかけ、これでしょう。2015年の写真集。2015年とかもう7年も前なんですよ。そうなんですよ。でも、この頃でも、あの人の写真、生き物の写真と、うん、あの背景の写真とか、やっぱり、親和性はなかったかもしれないですね。そう、この写真集売ってるんですけど、あの、ギャラリーで。もともとは、東京芸術学者でやってた写真集を作るって講座があって、赤木浩一、写真家の赤木浩一さんと僕とでやってたんですけど、その時参加してくれて、東京アートブックフェアにブース出して売って、一番久保田さんのこの写真集が売れたんですよ、その時で。その後もなんかドイツのブックフェアとかに一つ展に出してもらって、そこでもすごいなんか評価が高かったりとか、ずっと評判良かったんですよね、それね。 でもその後これで止まってったっていうか出してから7年経ってようやく個展っていう、結構なスローペースだなっていう、うん、そうですね、あの自分の中で、あの、なんていうかな、生きているものと、うん、あの朽ちたものが、うん、一つの、あの、なんていうんですか、まとまりの中に、うん、
収まらないというか、うんうん、それがずっと続いてたんですね。うん、でただ、まあ、時間を経る中で、うん、その生きていたものっていうか、うん、そういうものが、まあ、失われたり、うんうんうん、例えば、さっきの、魚の写真しましたっけ？ん？魚。魚。あ、例えば、原発事故で、うん、あ、はいはいはい、魚をね、魚が食べられなくなった。食べられなくなった。とか、あと、キノコとかも、母が取ってるのが好きだったんですけど、うんうん、そういうものも、食べられなくなって、まあ、この写真の中にはそういうものがいろいろ含まれてるんですけども、その失われ、まあ、失われたもの、まあ、生きていたものがなんか失われたものに自分の中に見えてきたんですね、うんうん、でそれで、まあ、足尾のその、まあ、朽ちたというか歴史的なこうものと、うん、あと、まあ、自分が生きているものとして感じていたものの、うん、なんていうか 歴史というか時間がこう、うん、うまくまとまってきて、まあ、自分の中で整理できたから今回の、うんうん、こうまとまりになったなる感じです。ちょっと中身ちょっと見て、最初のページ、あ、そこからそうですよね。そう、そうそうそう。まあ展示とはまた違う。そうですね。展示に含まれていないものがたくさんあります。1200円ですか、ここで売ってるの。1000円ですね。1000円です。展示中だけ特価で1000円で。わかりました。あ、いいですよ、そんな感じで。はい。で、さらにですね、その、まあ、久保田さんも、ただ7年間手をこまねいていたわけではなく、まあ、取り始めて十数年ということで、その間、その足尾っていうものをどういうふうに表現するかっていうことで、まあ、いろいろご自身でもリサーチされて、資料っていうか、まあ、写真集とか、はい、そういう、まあ、足尾がどのように表現されてきたかっていうことで、はい、今日写真集持ってきてもらったん で、ね、ちょっといくつか紹介してほしいなと思います。はい。はい、これはですね、はい、愛の時代ですかね。愛の時代か、愛の時代、青の時代か、どっちかですけど、うん、はい。私と足尾の12年っていう写真集なんですけど、はい、橋本康夫さんという人が撮った写真です。はい、うんうん、これどういう内容なんですか。これはですね、はい、多分閉山後の写真だと思うんですよね、うんうん、80年代でさ、もっと前ですか。80年代ですね。足尾研究家、写真は70年代から80年代の写真、ほぼ70年代後半のようですね、うん、なるほど。じゃあ、まあ、閉山後ね。そうですね。この頃はまだ私、ここに住んでましたね。はい。だけど、そうですね。こういう風景、うん、あんまり私、まあ、知ってるようで知らないような、まあ、そういう目ができていなかったんだと思うんですよね。うん、この橋本さんという人は足尾に通ってきてたんですよね。そうですね。からね、はい、足尾に魅力を感じて、まあ、週末とかに撮りに来て撮っていたようですね。うん、なるほど。で、ちょっとその付箋貼ってある、はい、写真をぜひ、はい。これはですね、足尾に銅山観光っていうのがありまして、銅山の観光施設なんですよね。そこで、撮られた写真のようなんですけど、うん、最近気がついたんですけど、うちの母らしきものが写ってるんですよ、後ろの方に。
ですよ、ね。写真、ね、写す気がなくても写っちゃう、ね。そうなんですよ。どうも発見できる。そう、後ろ姿が似てるんで、多分そうだと思うんですよね。あの、足尾銅山観光で、テナントで働いてたんで。うん、なるほど、うん。はい。じゃあ、それ以外に。あとは、巨匠トーマス・ショーメイさん。トーマス・ショーメイさんの肺炎という写真集ですね。はいはい、これも、足尾の写真が4枚ぐらいあります。ああ、この右の写真すごい有名ですね。こっち。あ、右、左、こっち、左の写真。はい。これは、あの、精錬場の写真ですね。この水は多分、鉱毒を、この時は流れてなかったかもしれないですけど、うん、あの昔はここから鉱毒が流されたんだと思いました。うんうん、で、これですね。うん、で、これが、足尾銅山、あの、精錬所の煙突なんですね。うん、これはあのシンボリックな煙突なんですけど、うん、この建物はもうないですか？うん、ここはそうですね、精錬所はあの解体作業がかなり進んでしまって、うん、もうほとんど残ってないかもしれないですね。ここはね、ちょっと入れないんですよ、警備がきつすぎて、うんうん、でもあの YouTube とかであのアップしてる人がいるんで、多分廃墟 YouTuber、 うん、あの、まあ、忍び込んで撮ってる人いるみたいなんですけど、はい、まあおすすめしませんね。これはあのお墓なんですよね。あの精錬場からここあの硫酸ガスがすごい出て、うん、でかなり煙がひどかったと思うんですけど、うん、うん、相当なくなってるんだと思います。うん、まあ、象徴的なお墓で結構、このお墓を撮ってる写真家を結構いると思いますね。はい。はい。あとはですね。石内さんの連夜。そうですね。これにも連夜の街映ってるんですか？そうなんですよ。全然わかんない。意識しなかった。連夜の街っていうのは、あの、赤線地帯で撮った写真の写真で、はい、石内美和子さんっていう写真家の写真集なんですけど、初期三部作の、そうですね、一作ですね、一作目、うん、私石内さん大好きで、はい、あのこれこのなんだっけ、これ何なんですよね。あのこれ遊郭の写真らしいですね、はい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 、それ足尾なんですか？そう、へえー、いや、私全然記憶ないんですけど。ああ、まあそうですよね。もう、うん。まあだから、銅山が盛んだった頃に、はい、そこで働いてる人たちが行くような色町があったっていうことなんですよね。そうですね。はい。まあ今となってはもう建物も全然ないっていうことですよね。そう、当然だ。ないですね。まあ人がいないですもんね。これ撮った、あのね、年とかも書いてないんで、ちょっとわかんないですね、うん、これいつ。まあ多分70年代だろうと思います、きっと一緒に。あともう一個これなんですよ。ああ、はい、はい、これですね。これですね。はい。これは、あの、屋根があって、そこの、こうなんて言うんでしょう、これ。何でした。なんかありますよね、彫り物みたいなのいろいろしてあるような。うん、そう、はい。それが、鶴なの、うん。そう、鶴なんですよ。この2枚がレンガの街の中に入っています。まあ、石内さんは、ね、あの出身が群馬県の桐生市で、桐生から足をってか上に上がっていった、はい、まあ、隣の県だし、はい、まあ、割とこうエリア的にはね、はい、親近感が湧くところだと思います、はい、そう、今まで石内さんの写真が私あの一番影響を受けたかもしれないですね。あ、なるほど、はい、はい、あとは閉山日記、これ立派な写真集ですね、ハードカバーで。あ、ピントが、はい、これはですね、あの
佐野清光さんだと思うんですけど、うん、その方が撮られた写真集で、これ木村伊兵衛賞候補に上がった写真集なんですね。はい、知らなかったです。この人は足尾でギャラリーごっこっていう、うん、ギャラリーを開いていて、でそれがあることは子供の時は知ってたんですけど、あ、そうなんですか。電話帳に載ってたんで、でも行ったことはなかったです。この人、この閉山日記は閉山の頃の、様子を、これはバッチリ撮ってますね。撮ってて、おそらく大学生かなんかの時に足を取り始めて、うん、で魅力を感じて住み着いちゃった人だと思う。あ、じゃあ、そうかそうか、ギャラリーやってたんだから住んでたんですよね。そうそうそう、じゃあ自主ギャラリー的なとこだったってことでしょうね、きっとね。うん、かもしれないですね。当時のなんかインディペンデントギャラリーブームというブームとかね、はい、東京とか大阪とか、あとは沖縄にもあったし、うん、まあ、そういう自主ギャラリーの流れになった人だと思いますね。今も足尾の近くに住んでるみたいなんですけど。あ、のどめなんですか。はい、でも写真なんかこの前インスタグラムで見たんですけど、はい、写真の傾向は全然違う。え、インスタやってるんですか。なんと、ギャラリーがありますね。ギャラリーがある。This is ギャラリーっていうところ。あ、本当だ。そこにもう一冊ありますよ、ね。そうですね。で、これはもう手に入れるの難しいんですけど、まあ古本だって手に入るかもしれないですけど、はい、これは新刊というか何年か前に出たやつで、これ横の山からっていう写真集で、これも佐野さんが撮ったんですね。はい、もう一つの閉山という副題がついてますけど、これ横根山っていうところに牧場があったみたいなんですよね。はい、それのそれのことをそこにやっぱりずっと通って撮ったんだと思うんですけど、牧場のあれですね、なんか生き生きとした感じ。まあ、この人の人間性が多分出てるんだと思うんですよね。あ、まあそんなとこで、うん、はい、あと最後一冊、はい、います？時間あります？はい、大丈夫大丈夫。これはしようっていう、これはですね、多分千葉商科大学写真部って書いてある。はいはいはい、大学の写真部の人たちが共同で撮ったやつですね。はい、これって流行ったんですよね、70年代ね。そうそう、全学連、全教徒、学生運動の写真集もあるし、あとなんか愛知の、女子学生たちが作った写真集も展覧会で見たことあります。それは結構ね、これ全部違うとこ撮ってるはずなんですけど、うんうんうん、意外とまとまっ、はい、区別があるんですよね。うん、なんか集団制作で個人の個性とかじゃなくて、みんなでこう話し合いながら作ってるんですね。そうですよね。でもそれでもなんか一人の人が撮ったように見えてしまう、うん、写真ですね。かっこいいですね。どこの大学ですか。これ千葉商科大学。あともう一個どっかの大学のやつがネットでは見れますけどね。ああ、そうなんですか。はい、なんとか女子大学。ああ、それ名古屋の
僕が知ってるところか。ですかね。かもしれない。おそっちも面白いですよ。なるほど。やっぱりそういうなんか社会的なテーマにみんなで取り組むみたいな、うん、そういう時代が ね、あったんですよね、はい、ああメイドインワンダーで売ってますね、これね、足をソールドアウトですね。あ、これメイドインワンダーで私が買ったソールドアウトでしたの、私わかりました。ありがとうございます、はい、ちょっとなんか今コメントしてくれた人がいるので、はいはい、横根山には、はい、前日光牧場って言うんですか、これ前に日光牧場が今でもありますよ、配送のようなところもあります。小暮さんってご存知ですか。あ、小暮さんは、はい、そうですね、あのカルタイプで、あの高田さんじゃなくて、うんうん、以前あの白岡さんでしたか、 はいはいはい、あの人がやられていた時に、うん、お会いしたことがあって、ああ、はい、群馬県に住まれて、ああそうなんですか、私と同い年なんですよ。マジですか。群馬はじゃあ僕も同世代ということですね。そうですね、高田さん、はい、僕は前橋ですけど個人的な話を YouTube でしてます、はい、あと榎本八千代さんがコメントしてくださっていて、はい、はい、あの古典をやってみてお気持ちの変化はありますか。問題が起きました、やり直してください。何の問題ですか。大丈夫ですか。榎本さんの質問を紹介した途端になったっていうのが問題がありますか。榎本さん知ってる人には爆笑を得たと思いますか。どうですか。どうですか、はい、ですね、あの、あ、思ったよりもあの、うん、あの肯定的な感想をいただけて、そりゃそうですよ、うん、そんな来てなんか文句言う人いないですよ。まあ自分としてあのそうですね、もう少しあの写真の量を多くして、うん、もう一回どっかでやりたいなっていうのはちょっと思ってたんですけど、うんうん、どうもあのギャラに来てくださった方は、はい、うん、それを進めてくれましたね、うんうん、枚数多くして、うんうん、まあたくさんありますもんね、うん、そうですね、うん、まあこれはちょうどあの15枚なんですけど、はい、それはそれであの1枚1枚あの、うん、見るじゃないですか、うんうん、まあ、枚数多くなるとね、それだけあの1枚1枚見る機会がまた、ね、そうですね、うん、なくなってしまうと思うんですけど、うんうん、でもまあってことは一回やったらもう次もやるっていう気持ちになってきたと受け止めていいですか。まあその気持ちはありますね。まあやっぱり一回やって終わりじゃね、なんか寂しいですもんね。あの他のシリーズもあって、カラーであの発表したシリーズもあるんですけど、うんうん、まあ、それよりもまあそれをやる前に、うん、あのこれのシリーズで、うん、少し増やしたやつでやってみたいなというのがありますね。まあ展示やったことで、はい、まあ強引にまとめなくちゃいけないわけで、先ほどおっしゃっていたような、はい、その生きてる死んでるみたいなことに関しても、はい、まあ一つ自然とこう一つになってきたっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、この足尾っていうテーマで、はい、まあ、編集の仕方っていうのはいろいろあるわけで、はい、その膨大な量のある写真を、はい、まあ、どういうふうに組み立てるかみたいなアイデアも、はい、まあ、いくつかあるってことですよね。そうですね、うん、まあ、写真を撮るっていうことからこう作品として構成して発表するっていうのがなかなか大変じゃないかと。そこが一番難しいところですよね、うん、それなんか乗り越える上では、
まあでもそれってもう本を作るとか、うん、あの写真展やるとかって決めないと、うん、まあ、考えられないですよ、具体的にね。やっぱ詰まらないと考えないというのは。まあ、今回も展覧会にあたってあの、まあ、図面をお渡しして久保田さんがこういう構成でっていうのをこちらにご提案いただいて、またこちらからもこういうふうにはどうですかっていうのを返してっていうようなやり取りの中でできてきたので、やっぱり他者の目があって初めて作品ができるっていうか、うん、それはすごく感じます、うん、はい、なんか今回のいや今回の今ちょっと見せてもらったその足尾っていう形で、まあ今までの先人たちがまとめてきてるわけですよね、うん、でそうするとまとめるとこう自分の個人のものではなくて、うん、まあ、全然関係ない人がこうやって見て紹介するみたいな、うん、そういう社会性を帯びるっていうことですよね、はい、足尾の撮影自体は今でも、まあ、コロナになっちゃいましたけど続けてはいらっしゃるんですか？そうですね、細々となんですけど、あの一時期ですね、お墓を集中的に撮っていた時期があったんですよ、うん、でお墓で一つまとめたいなと思ったんですけど、うん、どうもお墓の写真っていうのは精神的にインパクトが強いみたいで、うん、結構めいってきまして撮影者にじわじわと、うんですね、やっぱり何かあるんかもしれないですね、心理的には。なるほど、ね、別に霊がどうのこうのっていうのはないんですけど、はい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 、ダメージがあるのかもしれないですね。まあ持ってる意味っていうのが、うん、単なる墓石っていうことではなく、はいはい、そこにこう人間の人生とかが埋まってるっていう、しかもそれも1代じゃなくて何代もみたいな、はいはい、そういう重なりみたいなものがわって押し寄せてくるみたいな。そうなんですよね。でただ足尾のお墓って結構すごくて、うん、かなりいろんなものが凝縮されてるっていうふうに思って、はい、でそれで撮りたくなったんですよね、うん、まあ時代もかなり古いものが。そうですね、江戸時代ぐらいのものかなって、うん、なるほど、もう土に埋まっちゃってる墓石とか、うん、まあじゃあ次展覧会とか、うん、まああとは少し先ほど作っていたね、手作りのハンドメイドの写真集みたいなものとか、はい、まあ、何らかの形で足を発表していくと、はいはい、期待してよろしいでしょうか。はい、はい、榎本さんが今販売している写真集は私たちが持っていることないの内容とかなり違いますか？これ同じですよ。同じです。はい、2015年のと同じです。はい。新しいのをね作ってほしいですけどね。そうですね。期待しておきます。多分、はい、なんか違うものができると思います。そうですね。はい、他にどうですか、皆さん質問とかありますか。大丈夫ですかね。はい、はい、どうぞ。会場に一人だけ人がいるんで、はい、過去に撮った作品を今見せ、結構時間撮影期間があって。はい、今見せていると思う、はい、展示することになったと思う、はい、その時間の流れとか距離というか、はい、それはどう考えて今回セレクトされたり並べているのかなっていうのをすごく興味あるんですけども、撮影してすぐ展示ではないじゃないですか、はい、ハンドアウトとか読んでもそうだったんですけど、はいはい、その寝かせたことによって何かが変わったり、はい、そうですね、寝かせたことによって失われたことになったというか、撮ってる時は失われてなかったですね、うん、そこ10年ぐらい経ってもうその生活は二度とできないとかいうものがたくさんあって、例えば原発事故の影響で撮れなくなったものとか、うん、まあ、あとはあれですね、まあ、親が育てていた滑稽とかも、うん、まあ年取ってきてそういう世話ができなくなってもう飼っていないとか、うん、まあ、
そういうあの失われたというかですね、それ、うん、その時間が経つことによって、他のやつと、他の写真と、うん、親和性が出てきたというかですね、うん、それがあるんですよね。まあ、時間が経つことによって距離が取れて編集しやすくなるっていうところもありますよね。ああ、かもしれないですね。撮ったばっかりだとね、やっぱり思い入れがあるし、全部が大事な写真って気がするけど、うん、時間が、まあ、10年とか経つと、今の時点でこの写真が持ってる意味っていうものを大事にしようっていうふうに思うと、セレクトの基準がやっぱりちょっと変わってきますよね、きっとね。そうですね。うん、いいですか？はい。というわけで、まあ、時間的にもう1時間たあっという間でしたね。いろいろ紹介してたら、はい、ありがとうございました。なんかあのいいですかね、そんな感じ。質問です、ね、あ、質問入りました。はい、あ、小暮さんから、はい、足を取ってる人たくさんいますが、足を故郷としてる撮影者は久保田さんしか知りません。意識してると思いますが、その辺を聞きたいですと。そうですね、意識、あの、そうですね、まあこれ、そうですね、あの、まあこれからも撮っていこうと思うんですけど、まあ私多分足をしか撮らないんじゃないかなと思うんですよね、うん、今後も。あの、まあ、撮っていくことによってで、まあ、何かはできてくるんでしょうけど、ライフワーク、うん、そうですね、うん、他に撮ってる人いないって言えばいないんですよ。あの、まああの取りに行く人はいますけどね、うん、この前も T3 フォトマーケットで足折り取りに行ってっていう本ありましたけど、あとなんか、あと片山真理さんが最近足を取ってますね。そうなんですよね。片山さんはあの群馬出身で、今太田、うん、群馬出身じゃないの、でもあの埼玉の群馬寄りだったかな、まあでもとにかく今太田市に住んでて、はい、でそれで、足を見て撮ってて、うん、足の、まあでもすごい片山さんの視点で撮ってるから、それはそれですごく面白かったです、ね。まあそうですね、ね。ちょっと抽象的な感じで撮っててね、はい、具体的なドキュメントっていうのじゃないから、また全然違いますけど。はい、そう、あの、今回あの資料として、うん、あのキャプションみたいなものを、はい、あの別に用意してるんですけど、あの、あれなんですよ。写真ってあのしばらく時間が経ってから、うんうん、あの、ま、写真を興味持ってくれた方がいて、うんうん、これってどういう写真なのかなとかあの思うじゃないですか、はいはい、でもほとんどの写真集って何も書いてないんですよね、うん、まあ、あの報道系とかドキュメンタリー系だとあったりするんですけど、うん、で、じゃあやっぱこういうふうに書いておくことによって、うん、あの、まあ、歴史的な資料的な、うん、まあ、そんな大それたことじゃないんですけど、あの、い、あの、あと後々見たときに、はい、あの、まあ、知る手がかりになるっていうか、うんうん、そういうことも考えて、うん、あの今回資料本にしました、うん、まあ、写真の記録性ですよね。そうですね、まあ、で足を取ってる、まあ、初心者はいるかどうかわかんないですけど、まあ、まあ、撮っていけば、まあ、足尾のその後っていうかですね、もうずっと一応、まあ、何らかの形で、うん、あの、まあ、見せていけると思います、うんうん。それは意識はしてますね。そうですね。なんか、うん、今日ちょっと昼間授業で他の京都芸大の先生方と話したんですけど、はい、まあ芸術としての写真を教えてるんですよ、美大だから、一応、ね、美大だから、はいはい、
でも、まあ、僕が美大卒でもないし、その写真に後から入ってきたので、うん、そうするとやっぱり写真が他の表現と何を隔てるかっていうと、やっぱり記録性じゃないかと。はい、で、まあ、カメラメーカーが今まあ衰退してますけど、はい、ピンチですけど、まあ、唯一できるとしたら、うん、その写真が、証拠能力が高いっていうのを保証していくしかないんじゃないかと。つまりデジタルっていうのはもう改変可能っていうのは前提じゃないですか。で、フィルムっていうのは一応こう動かしがたい光学的な、なんか反応が起きてこうなったっていう、まあ、証拠性が高いから存在感があるわけで、まあ、いかようにもデジタルで変えられるとしたら、そのデジタルデータが、まあ動かしようのない本物というか、もうオリジナルであるっていうのを、まあ、示すっていうことにも注力するしかないんじゃないかなって。だからやっぱり記録性っていうのは写真の、まあ、本質だと僕も思うので、うん、ただその本質であるからこそ報道に使われて、キャプションをつけることによって写真の見方を狭めてきたっていう反省に立って、うん、キャプションをつけずにパーソナルな自己表現として写真を作るっていうのを写真集の形でみんなやってきたんだけど、まあ、今となってはそれが主流になりすぎたんで、逆にちゃんときちっと記録として残していくっていう態度がいいのかなって。そうですよね。うん、今何枚か写真集、何冊か紹介したんですけど、うんうんうん、やっぱりキャプションっていうかないのが多いんですよね、うんうんうん。もうちょっと知りたかったっていうのを結構思っていて。うんうん、そういう意味では、うん、大事にしてください。そうですね、久保田さん、責任重大です。いや本当に、はい。なんか小暮さんが、僕は勝手に渡良瀬川つながりと思っています。はい、これはそうです、ね、同志だっていうそういう宣言ですかね。じゃ小暮さんにもぜひ。小暮さんありがとうございます。はい。というわけで、そろそろいいお時間かと思うんで、まあ、展覧会29日土曜日までやってます。お休みは日月祝で、で午前中11時から、夕方午後7時までやっています。で、コウタさんがいるのは土曜日。そうですね、ちょっと土曜日しかいらないんですけど。ですが、ぜひ展覧会を見ていただいて、できれば SNS とかでちょっとね、つぶやいてもらったりすると、たくさんの人が見てくれるんじゃないかと思っております。はい、最後に何かあります？あ、最後ですね。はい、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。